戻さないんですけど私ちょっっと今思いいい出した話あるんででてもいいですかあぜ,ひぜひまあちょっと前に聞いた話なんですけど、えー、とその方中年ぐらいの女性の方なんですが2018年にお父様亡くされたんですよでその少ない親戚の中で連絡取るっていうのがまあおじさんだったんですけどそのおじさんとはちょっと疎遠になってまして。っていうのも2002年 の時にまあ、お母様が亡くなった時に連絡をすると、そのおじさんの奥様っていう方とちょっとこう、揉め事になりまして、結構の失礼なこと言われたんですで、でもそれでちょっと疎遠になってて、で、翌年、その奥様が亡くなられたっていう連絡はあったんですけど、お互いその葬儀に行き来したりすることもなかったんだそうです。でも、さすがにお父さんが亡くなった時は、そのご兄弟であるおじさんに連絡を取らなければいけないだろうということで、その連絡を したんですけど、その時そのおじさんちょっと自分今事情があってどうしてもその東京を離れられないんだっておっしゃってで電話をしたその女性、まあの方も自分も今体調が悪いんでそのかなり大きな葬儀をする気はないんだっていうことで,であとその時に話をした内容の中にそのおじさんの今娘さん2人が怪しげな宗教にはまってて お母さんの遺産を食いつぶしてるのがちょっと心配なんだよね、みたいな話も聞いて、ああ、そうなんですかって言って、でも、どうすることもできなくて、そのままになってたんですよ。で、それから3年後、だから今年ですね、今年になって、ずっとその体調が悪かったんで、納骨してなかったんですけど、納骨をしようってことになって、で、おじさんにまた連絡を取ったんですよ。だけど、そのもう電話がつながらなくなっていてで、解約されてるっぽいと。 で、どうやってもその連絡がつかない。娘さんにも連絡がつかないんで、どうしようかな。でもこのままにするの困ったなと思って、そのお家のお墓があるお寺が分かってたんで、そのお寺に連絡を取ったんですって。なんか連絡来てないですかっていうことで。で、すると、その住職さんが、いや、もうあの、連絡ないどころか、18年にそのおじさん亡くなってますと。 でその5月14日が命日で、失火による火災で家が燃えてしまって、その時にお亡くなりになってますっていう連絡をされたんですね。で、えって、て、自分の父親が亡くなっほ本当数ヶ月後に、おじさん亡くなってたんだって、わ知らなかったって思って、ショックを受けたんですけども、その後、その娘さんたちは納骨された後、ずっと連絡が取れなくなってますと。 でそ,れ聞いてそのなんか宗教運動の話もあったんでどう大丈夫かななんて思ってたらその住職さんが「あのもうね」っ今日明日にどうこうする気はないですけどあのずっとその管理費も払われてない状態でもう10年経ってます」っておっしゃったんですよ。で「ええ18年に亡くなったんだったら3年じゃないですか?」って言ったら住職さんは「あ2018年じゃなくて平成18年です」っておっしゃって。 平成年年ってなのでその,その前のもめ事があったりとかその奥様が亡くなられた時はまだそのご存命だったんですけどお父さんが亡くなった時に連絡を取った時にはもう亡くなってるはずだってことがその時に分かってすごいパニックになったんだそうです。 で後で調べたんですけど、娘さんたちがその新興宗教にはまったうんぬんという話は、おじさんが亡くなった後の話なんだそうです。ん<ー>なんで、自分は一体誰と喋ったのか、どういうことになってたのかわからないんですって、そういう話を聞きました。ええー、これ、<laughs> 師匠、これちょっと独特ですね。また、なんか最近あれですよね、雫さん、頑張ってますね。 <笑><笑>どういうこと?。え話?あ<ー>。ああ。話のクオリティがすごかったから感心してたってことですか?。そうそう、え話。<laughs> なんか。あんまり聞いたことないパターンだったりする。ね。もねはい。うん、面白い。面白いですね。えな、ー、んなんだろう茜さん、これ。なんか変な話ですよね。そうですね。その喋ったのが、おじさんだ。だ。 だのかおじさんの中こう、まあ、幽霊って言ったら変ですけど、うん、だったのかやっぱり何か揉めたりとかしたっていうのもなんかちょっと引っかかってたりするのかとか思いが残ってたのかとか何か考えちゃいますね。ねえ何、うん、だろうまあ、でもいろいろ考えられますリーダーこれいろいろ考えられますよね。見つけてほしい っていうわけではなかったのかな。見つけてほしかったら、多分もっと早く出てきてくれるのかなみたいな感じもするし、気づいたからことが動き出したのかなって考えると、何なんだろう、これはっていう感じ。すごい不思議な感覚というか、覚えますね。はいいダー、最近お化けどうですかさす振り方。<laughs> お化けどうですかって僕、亜美さん以外から聞いたことないんですよ。何だろう、これっていう、その,うん、その場所と関係ないことが起きたっていうか、話をこの間聞いたんですけど、はい、あの心霊スポットって言われてる場所の中にも遺跡とか史跡ってあるじゃないですか、うん、あの城跡とか。 そういったところに、体験者の男性が、彼女を連れて行ったんですよ。で、そのまま公園みたいに、まあ、一応整備はされている場所なんで、コンクリートで歩ける道もあって、で、近くの駐車場を止めて、そこを歩き出したんですよね。でも、そんなに広い幅じゃない、一人分ぐらいの幅のところ、坂道ぐーっと登っていったりなんだりするんですけど、彼が前で一人で懐中電灯を持って歩くんですよ。 で、後ろでちょっと会話しながら、ね、怖いんだけどとか言われながら、いや、大丈夫、大丈夫、俺がいるから、まあいるだろう、みたいなことを言いながら、こう、歩いてたんですけど、ずっとなんか雨上がりのせいか、もやもや、もやもやしてる感じだったんですよね、質問高くて。で、20分ぐらい歩いてたんですけど、急に、プツッと、彼女さんの声、後ろから聞こえなくなってきたんですよ、ね。あれ何これって思って、パッて振り返ったら、いないんですよ。えって思って。 今の今まで、もう本当、2秒、3秒前まで会話をしてたし、足音も聞こえてた、なのに、パって向いたらいない、しかも一本道なんですよ、そこ、ずっと一本道で。え、なにこ,これ、なにこれ、やばい、やばい、やばいって思いながら、だーってお走って、車のところの駐車場まで降りてったら、自分が止めてる、その、一緒に乗ってきた車の助手席に、彼女、体操座りして、なんかうつむいてるのが見えたんですよ。 え,ななえ、どうやって戻ったのって、俺も走ってたけど、何これ、まあ。とりあえずいたからよかったと思って声かけようと思って、助手席のドアバーンって開けたら、その体操座りしたままゆらゆらって前後にこう揺れてるんですよ、ねで。大丈夫かなと思って、おいって肩を叩こうと思って手伸ばしたら、スコンって抜けたんですよ、彼女、腕が。 でそのまま自分体重前にかけちゃってますから前の目に助手席のシールにバーって倒れ込んでいくんですけど次の瞬間もう彼女いないんですよただこの前の目になっていくに最中目の前までこう近づいた彼女の顔やっと見えたんですけど姿形は自分の彼女でも顔だけ全然別人だったっていうんですしかもめちゃくちゃな笑顔をしてた えーって何これってもうた助手席に倒れ込んだまま、えーってなってたら、遠くの方から彼女がだーッとして、ねえねえ、ちょっとどこ行ってたのとかってすごい怒ってるんですよ。でえ、いや,いやいやいやみたいな感じ俺こうだったじゃんって、お前なんで急にどこやって帰ったのみたいな話をしてんだけど、噛み合わない。彼女にが言うには、この駐車場に着くなり、彼が一人で無言でライト、一個しかないライト持って、スタ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 上司の方入ってっちゃったから、 取り残されて、暗い中、ついていくのも怖い、探すのも怖いから、ずっと待ってた。でも、少し慣れてきたし、星空、少し、雲が晴れて綺麗になってきたから、ちょっと歩いて、お手洗い行くがてら散歩してて、戻ってきたら、あなたがいたと言われて。で、その、後ね、すぐ車出して帰ったんですけど、 時間が積み重なって、その後何もなかったって自分の中で言えるようになるまで、怖くて仕方なくて自分の車乗れなかったわけんです。っていうのも、彼女に、じゃあ帰るから乗ってって言ったら、その日も彼女、それまでもね、ずっと自分の助手席にしか座らせてなかったんです。で、向こうも助手席に座れと言わなくても座ってた。なのに、この時帰れって言って乗った彼女、後ろのドア開けて座ったんですよ。何も言ってないのに。 で、ずっと帰り、車運転してる間も、ずっと何も見えないんですけど、助手席に絶対なんかいるよね。っていう感覚がすごくて、でもしばらくず、もう何ヶ月半年、自分の車に乗れなくなってしまってたっていう、まあ、そんな体験したっていう話を聞かせてもらいました。おー、あー。えー、特に。 歴史的なそういう場所ではあるけど、そのそれことは全く関係ない感じのことが起きてて、うんうん、じゃあこれなんだって言われてもわかんないし、でもきっとついてきたよねっていう、うんうん、ちょっとマイナーなところで、神奈川県なんですけど。うん、神奈川はい。うん もっと有名なところでもっと人が集まるところはそもう1個あるんですけどそっからちょっと車で行ったところにこれここがあるっていううん,うん行ってみたいですねみんなでそうですね行ってみたいですね,ですね行きましょう,うどこか遠く行ってみたいですよ<あ> <laughs> 懐かしい橋ですね <laughs> 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 えーなん、怖いな、今。響さん、今の怖いですよね。いや、そうですね。ですし、んでしょうね、これ。いや、聞いててもゾッとしたのは、うん、その、パその体験した男性の方が、こう、しゃがみ込んでる彼女でしたっけ最初、パッと見つけて、はいはい、見たら、顔が別人だったっていう。な、うん、うん、でしょうね。これって、向こうが騙そうとしてるというか、うん、なんかその、 で例の方のその悪意みたいなものをちょっと感じるんですよね。なので、ちょっとそこを考えるとゾッとしますね、なんかもう本当に仕掛けようとしてるというか、で、当然ついてきてるっていう状態なんでしょうし、彼女になりすましてこっちに近づこうとしてるというか、なんかそういうふうに思うと、ちょっと怖いですよね。ですし ちょっとまあ、えー、あれですけど、さっき僕がちらっと話した、あの、枕元に亡くなったおばあちゃんが立ってるっていう話も、どなたかがコメントでポロッと書いていただいたんですけど、それって本当におばあちゃんだったのというコメントを書いてくださってた人がいて、それ確かに僕もちょっと話を聞いたときに一生思いはしたんですよね。無表情で立ってるおばあちゃん。で、当然体験した方は自分のおばあちゃんと思ってるんで、まあ、 そうじゃない可能性をその場で言うって言うとその間にも失礼かなとかって僕は言わなかったですけど、うん、ただなんかいろんな会談すると確かに今の南條さんの話もそうですけどその親しい人にこう姿を変えるといったらあれですけどなんかそういうケースもあるのかなと思うとちょっと怖いなと思いますねやっぱあれでしょうねたぬきもう一回言うていいですか パヌキ。おもてなしの感じで言うのやめてもらっていいですか <laughs> なんか妖怪とかな感じが出てもしてきますね、だんだんあ。そういうニュアンスも確かに。うん、そうですね。そうですね。んはい、なんかねほうほうあ。ちょっと俺もしていいですか最近聞いた話で、よくわからない話なんですけど、これも。場所はね、某お寺なんですよ。 はい、なんで某お寺かって言うたら、僕にその語ってくれた人が、そのお寺名を教えると、ポロリしそうやから、僕の方から言わないでって言ったんですよ。イタ子さんが、はい、場所を聞くと、タ子さんが言っちゃいそうみたいなたで、<あ>ポロリしそうなんで、<laughs> ででポロリしちゃあかんような大きなお寺らしいんですよ。ですか いやでもほんほん、だから、ボロリしたでしょ。だから、聞いてないから、ボロリできないんですよ。え <laughs>、だから、今ないですね。板子さんがもし聞いてたら、<laughs> はい、アンさんがどこですかって言ったら、ボロリしそ,し,そロってしそうやから、そん <laughs> ある意味、そんだけちょっと言えないお寺だそうなんですよ。でも東京ではないことは確かなんだけど、そこのお寺っていうのは、出家する方がおられるぐらい、でかいお寺なんですよ。だから、出家数がいっぱいいるんだって。でね、ある決まりがあって、 まあそのお寺を継ぐ方、言い方、ちょっとこれ違うんだけど、まあ、当主と言い方を今日はさせてもらうけど、当主になるためには、ある夢を見ないといけないんですって。で、その夢っていうのは何かっていうと、夢の中に弁天様が出てくる、そうなんですよ。で、その弁天様っていうのも、そのお寺にある、本当に昔から宝のようにしてる弁天様の書き軸なんですよね。 かけいちくんの弁天さんが夢の中に出てくると。その夢を見たら、いや、そのね、またこれが面白くてですね、その夢を見た人間が、その時の当社はわかるそうなんですよ。絶対その出家者の中からその夢を見るんですけどね。で、例えば朝起きるでしょ。もう寝泊まりしてるから。見たらわかるんだって。で、当社は聞くわけですよ。お前もし見たやろ。はい、見ました。とで、どんな夢見るかって言ったら、夢の中に、 その弁天様が出てきて、その彼と夢の中でですよ。あんなこと、こんなことするんですよ。それがね、めっちゃ気持ちいいんだって。もう一回言いますね、古代時代から。めちゃ気持ちいいですよ。<laughs> 大丈夫ですよ、皆さん。なんか静かですけど反。反応してもいいんですよ、別に。反応してもいいんですよ。もう一回言いますね、古代時代から。めっちゃ気持ちいいんですよ。<laughs> でなんで僕な三回言うたかって言うたらこの意味を見ちゃうとねそのことが忘れなく忘れられなくなって女性に興味がなくなっちゃうんですって結婚もしなくなるんですってでしかしこの意味は一回しか見ないよだからすごく変な話なんんけど当主になった人はその意味を見ちゃうとあまりのその時の気持ちよさがあ,あったことでもう一回会いたいって気持ちがずっとあるんだって でも、もう二度と見ることはないの。で、もう一個あって、その意味を見て、まあ、当主になることになるんだけど、しばらくしたらね、いろんな受け,受け継いで。一芸に優れたものになれるんですって。何か一つだけ。例えば、歌が上手いとか、絵が上手いとか。そして、この弁天様に選ばれる人は、美青年なんですって。必ず。で、今言ったみたいに、歌とか絵とか、何かそのお寺に関係あるようなものが上手くなるんで、 いっぱい信者っていう言い方悪いけど、人が来るようになるんですよ。で、当然、その元当初の方も美青年なんですよ、元。で、ずっとそれを繰り返しているそうなんですよね。で、ただ、これ怖いのが、その弁天様、掛け軸見るでしょ決して美人じゃないんですよ。だけど、もう一回言いますね、国一万大臣だから。めっちゃ気持ちいい目見るんですよ。 <お> <laughs> <laughs> でこれね僕聞いた時に「えー、すごいですね」と思ってよって言ったら「実はその方で実はもう1個あるんですと」と、ま、これもまた大きなお寺なんだけど全く同じなんだって<え>やはり弁天様が夢の中に出てきてそれを見た人がそのお寺を継ぐんですよただそこのお寺の場合はさっき言ったみたいに当主のあごめんなさいさっき言ったみたいに出家者がいないんですよ どうやって選ぶのって言うと、これが不思議で、やっぱり同じように、そのお寺の宝物としてる弁天様の掛け軸があるんですよ。でもそれはね、出してないんですよ。それがなぜか、いつの間にか出されてて、で、そこにね、そこのお寺を見に来てた人たち、観光客が知らん間にその部屋に入って、で、その掛け軸を掛けてるところで、ぼーっと立ってるんだって。だいた10代の未成年なんですよ、それも。 で最近なった人はお親父とね、あのー、親父に無理やり連れてこられてこんなとこ来たくなかったんですよ親父に無理やり連れてこられて何の興味もないのにいつの間にか部屋の中に入っててでぼーっとその掛け軸見てたんだって。でそれも,もう同じようにその掛け軸を見ちゃうとある日突然その男の子は実はなんか美大やったかな,なんかに行こうって思ってたのにいきなり自分は出家して。 おさんんって言い出す,んで,すよで、すよ今も最近そのお坊さんがついたそうなんですやっぱり同じように一芸すごいものが上手くなって、で、その彼をハンサムで一芸があるからって言って、また一本女の子が集まってきて、そこのお寺が繁盛するっていうことみたいなんですよねで。どうやら他にもそういうのはメンテ様にまつわるそういうものが大きなお寺とかにあるみたいなんですよね。んー ペンテ様にまつわるめっちゃ気持ちいい話でした <laughs>。ちゃん、さっきの4回目のめっちゃ気持ちいいのところでコメントで、おい文化人って来てるんですよ。<laughs> いや、だってここが大事なんですよ。めっちゃ気持ちいい目を見るから、混せられなくなって、結婚しないわけですから。うんうんうん、うん、うん。でもこれ、怖いんですよね、ある考え方によると、取りつかれてる可能性があるわけでしょ。うん、うん、そうですね。うんうん どこか知りたいんですけどね、でも聞かなかったんですよ、僕ポ、<laughs> ポロリストやから。ポロリストあかんぐらい有名なお寺なんでしょうね。うん、あ、まあ、でも弁天様というか、弁財天というか、こう、確かに女性の神様で、こう、うん、男性をちょっとこうまあ好きになるというか、うんうん、まあ、そんな話もけ、まあ、たまに聞いたりしますからね。これであれですね、弁天様って純粋な日本の神様じゃないですからね。あれはヒンズー教の神様ですからね。うん はいはい、その辺もすごく特殊なんですよね、うんちょっとヒンズー教の神様は、ちょっと攻撃的なところがあるから、<ー>どちらかというとね。まあ確かに、あのー、ある意味では、関板子さんおっしゃったように、まあ、取りつかれるというか、そのあっちの世界に引っ張られるというか、うんなんかそういう何かの姿というか、そういうふうにも思えますよね。でも見たいですよね、どんなんでしょうね、そのイメージってね。 そうっすね。めっちゃ気持ちいいらしいですよ。もう一回言ってきましたから、めっちゃ気持ちいいらしいです。なんで2パターンあるんですかいや、僕もちょっとわからないんですけど、<laughs> ちょっと外人っぽく言うたらかっこいいかなと思って。<laughs> 一応、俺、文化人ですから。<laughs> <laughs> 文化人を何やと思ったんやろうか。<laughs> いやまあでも、面白い話ですよね。面白いですよね。見たいですよね、その掛け軸ね。ああ、いつの間にか出てるってことなんですかね、その。一つはね、一個いつの間にか出てるもう一個はずっと掛けてるんですよ。あなるほど。なるほどでもそれは一般の方は見れないんですよ。ああ、そお寺の中でもそう。一般の方が入れへん場所らしいんだけど、そこの子はいつも掛けてやって、ちゃんとなんかしてるんでしょうね、毎朝なんかすることで、もう一個は掛けてなくて、ちゃんと。 隠してあるのに、なぜかいつの間にかかけるっていう話なんでしょうね、リーダー、これ、どう思いますでも見たら最後っていうのはね、僕は見なくて済みそうですけど、未成年じゃないので、まあ大丈夫と思います、リーダーは。ですよね、ちょっと安心して見れるのかなとは思うんですけど、本人が言うのと、横の人が言うのと、リーダー、怖がってたらあかんなと思って。 いやもうめっちゃ気持ちいいしか頭の中残ってないですわ。<laughs> いや違う、<も>言い方が違う。めっちゃ気持ちいい。いや、三パタ <laughs> ーン目りいらない。なんか見られてしまったというか。結構みんな知らないだけで、そういうものがそのお寺とか神社とかにあんのかもしれないですね。そういうの受け継ぐため何かを見ないいけないとか。 何かそのちゃんとしてるものがあってそれが関わってくるとか今回話に出たのが珍しいだけで実は出てないだけですごいたくさんそういうことあり得る可能性あるんじ、ね、ゃないかなと思うんですよな、うんか女性陣黙ってしまったゃないけど怒られましたすみませんコメントでね <laughs> <laughs> 当たり前やんとかこういう時はあのあれくさんにちょっと聞けないんですよ <laughs> 聞けるかでもなんかありそうですその響さん こういうところ弁天様とかじゃないですけど、はい、そ,そっち系のなんか知人とかも結構いらっしゃるじゃないですか<あ>お寺さんだったりとかそうですね、はい、ちょっとマジで世に出せない話ないですかって今度聞いてみてください<あ> <laughs> いやでもありそうですよねその、うん、お寺もそうですしいわゆるこう神社とか、うん、僕もあのちょっと知り合い確かに神主さんいるんで、えーまあ、ちょっと今度聞いてみますね うん、で実際その方も確かに、<う>えっと長くついてる神社の今、跡継いで宮司さんやってるんですけど、うん、結構お祓らいの仕事とかもやってはいるみたいなので、うん、なんかそういったケース、神社とかもそういうケースがあるかなと、でちょっと今、聞いてて僕思い出したんですけど、今のって、うん、あのいわゆる弁天さんは、まあ、女性に見いられてしまうというか、うん、そういうケースです、実は逆パターンもあって。うん、ほう はい。あの、これがですね、えー、僕の、えー、久しくお会いしてないんですけど、昔よく僕の,あのクラブのイベントに遊びに来てくれた女性の方がいましてで、その方から聞いた話なんですけど、えっと、その方がですね、えーまあ、S さんとしますけど、女性の方で。でその S さんは、えーとまあ、シンプルにちょっとお話を伝えますと、えー、たまに、 なんか不思議な経験をされる、ちょっと霊感のある方ではあるんですよ。で、えー、ちょいちょいこう、何でしょうね、えー、不思議なこととか、不可解なこととかっていうことを経験されてはいるんですけれども、えー、とその S さんが、えー、まだ小さいときに、えーまあえー、実家がまあ東京の品川のとある場所なんですけれども、家のすぐ近くに、小さな稲荷神社があったらしいんですよ。 でそこは別に人が管理してるっていうよりかは、本当にもう、何、えー、でしょうね、えー、家と家の隙間にポツンとたたんでるような小さな稲荷神社なんですよね、うんで。小さい時から家の近所にあるんで、なんとなくそこを通り過ぎるときに、一応手を合わせていたそうなんですよね、その S さん。うん、で、手を合わせてたんですけど、えー、とある時、えー、なんとなく親に。 えー、ここ何ってきたらあそこは神様がいるのよと何かお願い事しなさいねみたいなことを親に話してなんとなく手を合わして、まあ、お願い事をするっていうようなことをよくしてたらしいんですよでただ言っても子供のお願い事なんで別に些細なことなんですよね例えばこう、えー、足が速くなりますようにとか,、えー、なんか好きなおもちゃがもらえますようにとかうん,、うん、なんかそんな全然些細なお願い事って、まあ、それはもう半分習慣みたいなもんですよね、うん、やってたんですけどある時 結構な確率で、その願い事が叶ってるっていうことに気づいたらしいんですよ。で、まあ当然毎回ではないんですけど、なんかこう、節目節目でお願い事が叶ってるんですよね。で、ああ、なんかそんなこともあるのかなと思ってたんですけど、その S さんが、えー、確か大学の時だったかな、高校の時から忘れましたけど、父親と大喧嘩したらしいんですよ。で、大喧嘩して、 半分、まあ、家でまではじゃないんですけど、もう、すごい、こう,何でょう、何しう剣幕でお互い、こう、口論をしてですね、父親と S さん。で、S さん家を飛び出したらしいんですよね。で、飛び出して、で、その稲荷神社の前に、ふっと、通りかかった時に、まあ、夜の時間だったらしいんですけど、思わず手を合わして、お父さんなんかいなくなればいいのに、ってお願いしたらしいんですよね。そしたら、その次の日かその次の日か忘れましたけど、お父さん本当に事故にあって、 全治3ヶ月ぐらいの往復けがしたらしいんですよ。えー、で、それがあって、さすがにさんちょっとこれまずいかもって思ったらしいんですよ。当然悪気があって言ったわけじゃないですし、別にお父さんもけその日はその時は喧嘩してますけど、本気で思ったわけじゃないですよ、いなくなるとは。ただ、それがふとかなってしまったんで、あちょっと距離を置こうと思って、その日以来、その神社からは、えー、極力こう、その神社のそばを歩かないようにしたらしいんです。っていうのがあったらしいんですけど、まあ、そこから何年か経ってですね、 えー、そこから、あいスさんは仕事をして、家を出て、一人暮らしをしてたらしいんですけど、久しぶりに、2半ばぐらいか忘れましたけど、えー、実家に帰ったらいいんですよね。帰ったときに、たまたまその神社の前を通り過ごったらしいんです。で、あ懐かしいと思って、昔ここでよくお願い事したなと思って、なんとなくその S さん、そのそばでパッと立ち止まってで、その神社に手を合わせて、私、あなたのお嫁に行きます。 って言っっちゃったらしいんですでなんで自分がそういうことを口走ったかもわからないらしいんですよ。気づいたらそういうふうに言っちゃってたんですよね。あ、なんでだろうって思ったんですが、言った直後になぜかすごくぞっとして、で、林 D に帰ったらしいんですよね。っていうのがあったと。で、それがどっか気にはなっていたんですけど、そこから先、なぜかわかんないんですけど、その S さん、いわゆる男恩に恵まれなくなって、 病院に恵まれなくなって、で、結構男性とお付き合いしてもすぐ別れてしまう。で、なぜか身に覚えのないトラブルで、えー、男性と喧嘩してしまって、もうすぐ破談に、えー、なっちゃうというか、っていうのが続いて、いまだに、S、えー、さん今年齢多分十5半か40ぐらいですけど、いまだに独身なんですよね。で、別に何でしょうね、男性が苦手とか全くそういうわけでもないんですけど、なぜかそういうのがあって、もしかしたら私あの時に、 お嫁に行きますって言っちゃったからかも。っていうところ、いまだに思ったらしいんですけど、ただ、これちょっと気味あるのがですね、僕、その話を聞いたのは、渋谷のとあるクラブなんですよ。その女性の S さんから。で、その時に S さん、お友達と2人で来てたんですよね、そのクラブに。で、そのクラブのバーカウンターで今の話を僕にしてくれて、で、ああ、そうなんですかって僕がね、やっぱりもしかしたらお嫁に行きますって言ったから、見られたんですかね、みたいなことを言ったら、隣にいたその S さんのお友達が、 突然真っ青な顔して、え、そういえばって言って。その S さん指さして、あなた顔変わったよねって言うんですよ。え、どういうことって言ったら、そのお友達、結構お付き合い長いらしいんですけど、そのお友達が言うには S さん、顔がちょっとずつ変化してるらしいんです。どん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 、その友達が言うにはですよ、どん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 あの美人になっていってるって言うんですよ。で、何より一番違いっていうのが、えー、昔は一人だったのに今くっきり二人になってて、 顔がこう、スラーっとなんか整ってきて、まあ確かに S さんは昔から別に、何でしょうね、あの、綺麗な方だったらしいんですけど、ますますなんかこう、美しくなってる。言われてみれば私今気づいた。って言ってお友達が言ってて、で、それ聞いた S さんがまたさらにちょっと、やっぱりダメなのかなやっぱりあの時飲みに行きますって言ったのがまずかったのかなっていうふうに、ちょっと言ってましたね。ちょっとごめんなさい、話まとまってないですけど、ただなんかちょっと逆にもしかしたら S さん、 そのお稲荷さんとかわかるんないですけど、見入れられてしまったケースなのかなぁとちょっと思いましたね。ええー。うん、言ってしまってるんですもんね。そう、なんかそれもご本人もわかんないらしいんですよ。ね、なんかそういうふうにこう口走ってしまったっていうふうに言ってましたけど、それ系の話、本当嫌ですわ。なんかちょっと不気味ですよね。不気味ですね。うんだからまあ 当然、味方になってくれるという意味での良さもあるのかもしれないですが、うんうん、なんとなくちょっとこう、なんでしょうね、こう触らぬ神に祟たれなしがいますけれども、うん、ちょっとこう、S さん自身は不気味に思ってはいるみたいですね。しずくさん、こういうのはちょっと嫌ですよね。そうですね、なんか抗いようがなさそうじゃないですか、そのか神様みたいなことでしょ、うん、相手は。 そのお寺の,そのお話とはちょっと今響さんがなさったお話、うん、ちょっと違いますよねだって希望してるわけじゃないんですからねお坊さんになりたいとかっていうことではなた、うん、<れ>そうですねたま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 家の近所にあったもの,のとろらしいですけどねへえ <laughs> だろうなあかねさんいかがでしたか心が通じ合うって ちょっと怖いなと思いつつ、でもその姿形が変わっていくって、なんか神々しくなってるのかなみたいな、こう、神のようなものに見てて、なんかそっちに引っ張られてみたいなのをちょっと感じて。てそうですね、そういう意味ではもしその S さんがいわゆる本当に宮司さんだったり、宮司さんというかもその神職に使われてる方だとしたら、すごく名誉なことなのかもしれないですけどね、もしかしたら。<ー>はい、確かに。 まあ,でもね、あ,のあれやからねあのお稲荷さんは眷属やからな直接の神様じゃないんでしょ確か<ー>だからまだバッグに何か隠れてんのかなあなるほど、ね、だからもしかしたらそのお稲荷さんよりもっと上のバッグの人がいるから、うん、その茜さん言うてみたいにこうすごいこう神々みたい神様のような神々しくなってきてるのかもしれんし。えー うんお稲荷さんに取り付かれた話とあんまり話普通ないもんね。うんあ、まあ、そうですね、確かに。うんどうやるやろな、<や>そのへんな。なんか、神社っていうと、本当に短い話なんですけど、前にそれこそ響さんとも一緒に行ったことある、えっと、とある東京からそこそこ車でと、二時間、2時間ぐらいかな、かかるところの山奥の無人の神社があるんですけど、 そこに僕らが生放送しながら行ったりしてることもあって、それであの私もそこの話あるんですよって教えてくれた話があって、そこ山奥の無人の神社なんですけども、まあその社の下にね、当時隠れてた方が、まあ、ちょっと暴行を受けたりだとか、まあいろいろちょっと噂のあるところで、まあ変なお話、いわゆる階段的なお話もめちゃめちゃ多い無人の神社なんですけど、僕らも行ったからよく覚えてるんですけど、まず 山奥行って、駐車場がちゃんとあるので、そこに車を停めると鳥居が待ち構えてて、鳥居を入るとしばらくまっすぐの参道が続いてるんですよね。で、そこ、林に囲まれた参道がまっすぐ続いてって、どれくらいかな、結構歩いて、右に曲がると少し登ったところに、まあ、社があるというか、まあ、大きな敷地になってるっていうような作りで、緑に囲まれた立地なんですけど、そこに、 もうこれすごい話なんですけど、若い女の子が2人で遊び半分で行ったらしいんですよね。で、2人で行って、で、実際に怖いね怖いね、キャー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 言って楽しむ。で、無人の神社なんで自分たち以外に誰もいないんで、少々大声出したところで、なんか近所に家があるとかでもないわけなんですけども、なんか遠慮せず、わーとかキャーとか言ってたらしいんですよ。で、言ってる最中に、あちょっと待って、ちょっと待って。 っていうことになったらしいんですけど、その緑に囲まれた敷地の中をうろうろしてる最中に、今、なんか話しかけられたよねって言われて、んみたいな話になったで,でいや、私聞こえなかったけど、って言うと、いや、今話しかけられたよねって、まあ、その、 友達の女の子が、もう話しかけられた、話しかけられたってすごい言ってくるから、いや、私、全然聞こえなかったけど、いや、ほら、話しかけられたよ、ほら、向こうって言って、その友達が指差したのが、やしを正面に見て、少し右側のあたりの緑の部分なんですけども、そこに何か動くようなものが見えたんですよ。山奥だったこともあって、自分たち以外に動くものが全くないから、ちょっとでも動いてるものがあると、それがすごく目についたんですけど、それ、白く伸びた、 あとあと冷静になって思うと、その白いの人影だったなっていう白いものを見かけたんですよ。それ二人で見たんですよね。二人で見てうわーってなったんですけど、白いその人影、顔とかわかんないんですけど、でも、ああ、そこ顔なんだなってわかったのが、首である部分というか、まあ、キュッとなった後に上が丸くなってて、 目とか鼻ないんですけど、口だけが大きく縦に開けた状態で、カーっと開いてて、体全体を左右にグラングラン揺らしてたらしいんですよ。で、それ見て怖くなって、敷地から二人して、一生懸命逃げるとで。走って逃げたんですけども、少し階段降りて、左に曲がって長い山道をブワーって林に囲まれて、中、走っていく最中に気づいたんですけど、 向こうの方に鳥居が見えて、その向こうは駐車場なんですよね。鳥居が見えるんですけど、その鳥居の手前まで林になってて、参道の道の両端に大きな木がずらーっと並んでるんですよ。鳥居から何個手前かわかんないですけど、右側の大きな木のところから、さっきのあの白い影が顔をひょこっと出して口を縦にガーッと上げた状態で、 上下に頭をブランブラン振りながら、柱の影から首の上だけ出してるような状態なんですよね。もうそっちに行くのも怖いし、戻るのも行くのも怖いし、その参道の途中で座り込んじゃって、二人して泣きじゃくるっていう時間を過ごして、もうそのままどうしていいか分かんないし、何したらいいか分かんないから、とりあえず参道から、その、まあ、女の子二人で絶対よくないんですけど、道になってないような、 脇の方の林の方方に入ってったんですよで夜中だからもう,もう暗いし、懐中電灯持ってましたけど、もう足元も,もうぐっちゃぐちゃなのに、そんな中なん必死こいて、山道じゃないところを通って、一生懸命逃げて、で、ある程度落ち着いて、当時のね、お付き合いしてた彼に連絡して、駐車場まで来てくれるってなったんですけど、今自分たちが、 どこにいるか分かんなくて、大声で叫んで、駐車場の方から、彼からも大声で叫んでもらって、その声を頼りに、そのよくわからん林の中を足元、難しい中、一生懸命歩いてたどり着いたけど、その時見た参道とか鳥居の時には何もいなかったんですよねっていう、まあちょっとね、あのー、 いろいろ噂のある神社なんでね、もしかしたら他にもいろんな話埋もれてるかもしれないんですけど、彼女たちはまあ僕らの放送を見て、そういう話あるんですよってくれたという、そんなことがありましたね。<ー>あ。あそこですよね。うん。まあ、ディティールでもしかしたら分かったかもしれないですけど。いやはいはい、分かりました。はあ、い。でもあそこ確かにいろんな話あるみたいですからね。そうですよね。ああ。 たののっていいんんででですすすかかかねねな師匠どうあの神社って朝のいる神様と夜いる神様違うみたいな話を聞いたことあるんですけどあ<ー>だってもともとごめんなさい僕が聞いたのはもともと神社って神様のいる場所じゃなくって神様が降りてくる場所だからだから夜と朝は あの明るいというか違うみたいなのがあるから、やっぱりその折りやすいところであるんですかねいろんな神様がもしかしたら,たら。ああ、なるほど。神社によったら。確かに。ね、かに時間帯によって、まあ、逆に夜行っちゃいけないっていう話もあったりしますからね。うーん,、うん。夜専門で行ってる人もいるけどね。<laughs> ああ、まあ。<laughs> ああ、それは響さんが。ああ。いやいやいや。<laughs> ああ、ごめんごめん。それ意味が違ってました。<laughs> 確かに夜しか行ってないかもしれないですね。うん。うんうん、まあでも場所によってはあれやねだけどね、その完璧に入れてる神様もいるわけでしょうね。出られんようにすると。ああ、まあ。あ<ー> <laughs> 出られないようにというとあれかもしれないですけど。ね、うん、呪い返しみたいな人も自在あるもんね、ちゃんと。いや、もうあそこは怖い。うん、いや。 そこは怖いんだよな。ちょっと、お時間です。あいい感じで。ああ。ああ。いや、面白い。あ、あ<ー>今日もあれやな、俺の文化人を見せることができんかった。<laughs> <laughs> <laughs> さあ、ということで、リーダーいかがでしたか神様の話とかっていうのも、うん、最近自分がは、 会談を聞いてたり集めたりしてても、あんまり聞くことがなくなってきていたジャンルだったので、ものすごくし逆に新鮮な気持ちで、めちゃくちゃ楽しかったですね。うん、うん、<ー>そうですね。確かにまたちょっと変わってますもんね。そうですね。し,そしかも、そのよく言われるようなそのものともちょっと違ってたじゃないですか、今日のお話。うんうん、も,もう僕はホクホクです。<laughs> よかったたでですすありががとうございいまししずくさんんかかかなちょっとこうやって喋るの久しぶりだったんですけど、うん、私どっちかっていうと南條さんとは逆に神様とか妖怪とかの話が今よく集まってきていて、うんえー、か横から喋りたい喋りたいって思うんですけどなんかそのあのカラオケ行ってマイク握って話さないみたいなことになったらダメだからと思って頑張って待ってました。<laughs> いやもう気にしないでいくらでも喋ってほしい,、ままい <laughs> <laughs> あのー、大丈夫ですここの人たちはもうそんなの余裕で聞く <laughs>、うん、あそうなんです、ねはい、ま,またまた呼んでくださいはい,いぜひもうほんと近々よろしくお願いします、はい、ありがとうございましたありがとうございましたさあ文化人いかがでしたか、まあ、昔から髪は長い友達 っていうので、僕は神に関してはちょっとうるさいんです。その神じゃないね、それ。ああ、そうですか。ああ、よかった。これ阿弥さん突っ込んでくれんかで一緒にまあどうしようかと思った。自 <laughs> <laughs> なんでそのパクチュー打つんですか。<laughs> いや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 、このまま流れてったどうしようと思った。<laughs> で、もあれですよね、面白いですよね。その今今ず子さんが神様の話とか妖怪集まってるみたいに話集めてたら、なんか偏ってくることがありますよね。リーダーには今うん、うん、神様行くへんって言ってたじゃないですか。 うん、そうですね。だからリーダーは神から見放されてると思うんやけど、<laughs> <laughs> まあそういうこともあると思うんですよ。で、は、はい。心しですね。だからもう <laughs> 僕の言いたいのはあれですよ。ゴールデンウィークあと少しだけど皆さん楽しまみみましょう。いやカムーン会。かい <laughs> <laughs> 最後に感じったの。<laughs> あ今日ありがとうございました。面白かったです。はい。ありがとうございました。あ<ん>さあ赤根さんいかがでしたか。今日はこの呪いでちょっと気持ち悪いお話から。 うん、神のお話まで、なんか幅広くいろいろお聞きできてまた楽しかったです。あ、ゆりきさん、本当にまさんもまた途中のねコメントも面白かったです。本当ありがとうございます。ああ、いやいやありがとうございます。楽しかった。はい。またよろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。さあ、いびきさんいかがでしたか。いや、もう毎回ですけど、このいい楽しいですよね。あの <laughs> <laughs> もうそうですし、と そうあのー、途中ね阿美さんも僕もそうですけど皆さんもそうだと思うんですけど、うん、こう例えばいろんな取材といいますか会談聞いててこう、うん、会談話としては周りにちょっとこう意味がわからなかったりはいはいはいある意味こう下げの部分みたいなのなかったりっていうものがあったとしても体験談としてそれして拡散するじゃないですかあるんですよねそうなんですよだからそれをやっぱりこうこうなんでしょうねこう純粋におしゃべりできる うん、場でもありますし、またそういうのって本当大事にしたいなぁとも思ったりもしますんで、なんか改めて今日やっぱそは本当いわゆる実話会談とか体験者の不思議な体験っていうのの,のかなりこう、ピュアな部分っていうのはすごいあのたくさんそんな話が聞けたかなと思って、うん、えすごく楽しかったですね。いやー、本当そうですね。はい。またよろしくお願いします。はい、はい、お願いします、はい。ありがとうございました。はい、さあ、ということで皆さんありがとうございました。 ピロロンピロロン。はい、ということでいかがでしたでしょうかいやー、今月もね、すごく面白い話がどんどん出てきて、で先ほど響さんもおっしゃってましたけど、やっぱりね、こういう機会というかね、ピュアな下げがなかったりとか、うん、もうちょっと振りかぶるとね、しゃべりにくいような、でも、体験者さんが実際にそう体験したんだよみたいな話とかをね。 こういうふうに気軽に喋れるっていうのはすごくね、楽しくて、今回も素敵な時間でございました。もうこれも本当、聞いてくださる皆さんのおかげであり、こうやって参加してくださった雫さんや、師匠や、リーダーや、そして、アカさん、ゆうきさんのおかげでございます。ありがとうございます。解答を続けていきますので、えー、お聞きいただければなと思っております。はい、皆さん、えー、お付き合いいただきましてありがとうございました。以上、解答クでございました。おやすみなさい。 世の中には不可解で奇妙な恐怖の体験談がありますごめんくださいスマートフォンを手に一人開いたんですねはっきりと口を泊まる予定の矢田に着いたんですよこちらを見下ろしながら首をこうやってるんですよね、うん、あなたも間違って止まってしまわぬようお気をつけよう